ティーザー広告、またはティザー広告は、講義では、ある要素を顧客に明らかにしないことによって、注意を引こうとする、商業広告の一手法で、競技では、本来、広告で伝えるべき商品についての要素のいくつかを、意図して明らかにせず注目を集める広告手法と、定義することができる。英語のティーザーから命名されている、覆面広告ともいう、ウェブサイトを使った場合には、 ティーザーサイト、ティザーサイトと呼ぶ。本来、商業広告とは、広告主がある商品やサービスについて、顧客が購入したり利用したりすることを促すために、作成、ルフさせるものであるため、当然に、その商品やサービスについての名称や価格、性能、効能等を明記、明示し顧客に説明することとなる。しかし、類似の商品やサービスが他にあり、 また商業広告が多く作成、ルフされている中では、通常の広告では顧客の注意を引けないために、より派手な色彩、デザイン、音楽等の表現を用いて、工夫を凝らすことになる。その発展として、本来あるべきものがない、表現は一見主的な印象を残すため、顧客の注意を引きやすい。そうして、顧客の一体これは何であろう という興味を喚起した上で、ある日付以降に全てを明らかにしたり、ある操作を行わせて、広告で伝えるべき要素を明らかにする。このように顧客はじらされることにより意識が、能動的にその広告に向けられているために、広告の効果が大きくなると考えられている。最も典型的なティーザー広告は、商品の姿を全て見せない。 広告手法であり、シルエットや円形などを用いて広告をし、後日の発表日に商品のすべてを目にすることができる手法が一般的である。スタイリングやデザインを重視する商品に用いられる例が多い。一例として、日産、GT-R や7つ星イン九州は報道発表がなされるまで車体を黒ラッピングで覆った。近年の広告手法として、 挿入曲を歌っている歌手を明らかにしない、ドラマ仕立てのテレビコマーシャルのように、次の広告に期待を持たせるもの、続きはネットで検索というような異なるメディアを連動させたもの等がある。これらもじらすことにより、顧客の意識を能動的に広告に向かせる要素があるが、商品について伝えることができる要素を意図して、伝えないという競技のティーザー広告の特徴とは異なる。 また、顧客に隠したいがために、価格や条件を意図して明示しない、悪徳商法のような類の広告は、ティーザー広告とは言わない。ティーザーサイトは、上述の説明に順じ、発売前の新製品に関する断片的な情報のみを公開し、閲覧者の興味を引くことを意図した、プロモーション用ウェブサイトで、自動車のフルモデルチェンジや新型車の発売などに、際して、 当該手法を取る例が典型例の一つとして知られる。背景には近年ではインターネット網の発達やパソコンの普及が進み、ウェブ閲覧が一般化しつつあることから、紙媒体上やテレビ CM 等でのティーザー、広告のみならず、ウェブ上でこれを展開する例がしばしば見られるようになったものと考えられる。ありがとうございます。